20世紀末現在のガーナの国土ガーナの国土とブロングアハホ州の位置。金丹波文化の遺跡はこの州が森林との境界部分に位置しているため一部を除き集中的に見られる。金丹波文化とは西アフリカで紀元前2000年期に現れた新石器時代後期段階に位置づけられる初期食料生産民の文化であるガーナ共和国中部。 ブロングイコールアハ補修中央部の金担保を中心に、ボルタ川西方の森林とサバンナの境界地帯に集落を築いた。WW ビショップや JD クラークのように、金担保インダストリー複合と呼ぶ研究者もいるが、主体となって精力的に研究しているオーデービスとシーフライトは、金担保文化と呼称しているため、本校もこれに従う。 1970年代段階で確実に、金担保文化のものと言える遺跡は2重に満たない状況であった。初めて、金担保文化のものと目される遺跡が発見されたのは、A.E. キッドソンによって1916年に、ジェマの近くで1箇所、トロンティップの近くで1箇所の2箇所が確認されたのが最初である。1970年代までに知られるようになった大部分の遺跡は、 初めて、金担保文化を定義したオーデービスによる調査によるもので、1962年、1964年、1967年に発表された彼の論文で紹介されている。1970年代までに、いくつかの遺跡が発掘調査されたが調査をして習得できた、出土遺物は極わずかで表面最終品を含めても、十数点にしかならない。しかし、 これらの遺跡の出土遺物の内容は非常によく似ているために、出土品が少ないために文化自体の存在に疑いを持たれることがあっても、他のガーナ国内の戦士文化の遺物とは、口述するような特徴をすべてか大部分持っているために容易に区別できる。金担保文化の遺物。左の二つがいわゆる石ヤスリであるが、右端のように石ヤスリの表面で、 成分したような土器変もあることから土器製作用具ではないかという研究者もいる。もちろん他の文様のある土器もあるため一つの仮説に過ぎない。オーデービスがテラコッタ製の葉巻浄土製品と呼び、フライトが石製ヤスリであると考えた性格不明内物が3つかそれ以上出土する。よく磨かれた魔性石膚の葉と石製のブレスレットがある。 石やすりが壊れたような溝のような刻み目のある石ころか砂岩の塊がある独特な様式の土器焼け焦げて時々内部に使われた木の柱がむき出しになっている漆喰壁の破片のようなものがあるといった特徴である金丹波文化関連の遺跡分布図緑色部分が森林の境界で 金担保文化の遺跡はこの境界付近からボルタ川流域の低地まで分布している。この際だった特徴のため、どの遺跡も調査されていない50年代頃であっても、そういった状況から金担保文化というべきものがあるらしいと考えられてきた。金担保文化の経済は存落単位の濃厚である。ある種の耐久性のある建物、つまり、 漆喰壁の破片に見られるように網枝を組み合わせた芯に泥を塗り固めて漆喰壁のようにした方形の家屋に見られるような建物に住んだことがその状況証拠である。斧の葉や石製ブレスレットのような高価な品物のみならず日用必需品の交易が行われた証拠、おそらく斧を用いて森林伐採を行って高地を確保し、 すり石のようなすりつぶしや突き砕きに用いたような石製品があることから種子をすりつぶして食料にしたと考えられる。1970年代になってようやく農耕を行ったり家畜を飼ったという証拠と言えるものが知られるようになった。金担保文化の遺跡は全体としては西方のコートジボアールにまで分布していると考えられるが、 大地と低地という地理的な位置によってはっきりとした違いがある。それは出土品の違いにも対応している。大地の遺跡は相対的に濃密に分布しており、森林の境界からそれほど離れていないバンダ丘陵や金丹波周辺で顕著である。また、やや南方で森林地帯に接触する位置にあるボノマンソの下層やその周辺の岩陰遺跡でも、 金丹波文化の遺物が発見されている。低地の遺跡は、ボルタ川流域の比較的木の多く茂る地域に散在的に分布している。また特殊な例であるが、金丹波から遥か南方のアクラ低地でも発見されている。これは、オーデービスが相違的な調査ではなかったものの、海岸に近い低地のクリスチャンビレッジで行った調査で発見されたもので1964年に、 発表された。クリスチャンビレッジでは、たくさんの石ヤスリと繊維を、態度中に含む独特な文様の土器が共犯して、発見された。また、クリスチャンビレッジの北東4 0キロメートルボルタ川の、下流に近いソマニアで石ヤスリの破片が発見された。ことからもう一つ別の遺跡がある可能性がある。このように海岸に近い鉄と、 はるか北方に離れた、金丹波付近の第一に遺跡が分布しているという、ギャップはいつかは、中間的な位置に遺跡が発見され解消されるものと思われる。溢れむ平原では、金丹波文化との関連性を乱すことは困難であり、考古学的にはほとんどわかっていない地域であるが、ラゴンの考古局で大きな石やすりの破片がアジエンミラのそんな口近くで発見されたという報告があった。 このことは、海岸の低地の遺跡と、金丹波付近の大地の遺跡の中間にあたる、アジエンミラ付近にも金丹波文化の集落が分布していた可能性を伺わせる、唯一の手がかりである。一方、森林地帯で金丹波文化の遺跡が発見されていないことは、純粋に遺跡自体がないことを示していると思われる。18世紀の門法温頓遺跡役まし、大学校内遺跡から、 石ヤスリの破片が発見されることがあるが、いずれも後世の遺跡に偶然混じったものであることが確実である。想定される金担保文化の範囲外からも偶然に発見されることもあるので、アジエンミラ付近のたった一つの石ヤスリの破片にあまり期待してはいけないかもしれない。金担保文化の遺跡の分布についてまとめると、まず森林地帯にはなく、 森林の境界付近のそれも高地に集中している。金丹波から離れて北側へ行くと川の近くに分布している。さらに北方へ行くと遺跡はない。こういった分布状況を金丹波文化は森林、サバンナモザイク地帯に限定されると表現する研究者がいるが、近現代の植生分布を単純に、戦死時代の遺跡の分布と重ね合わせられるのかという疑問がついて回る。 これについては、森林地帯からそれほど離れていない場所に生息するローヤルアンテロープの骨、森林よりは比較的開けた場所で栽培されたり自生している油やシやサ,サゲの種やから他のアンテロープ類の骨が口術する経路遺跡から発見されているため、気候や植生は現在とあまり変わらなかったと考えられる。金担保文化の年代については、オーデイビスが 紀元前500年頃に始まったと主張していた。この議論は様々に批判されたが、放射性炭素年代測定の成果によって1970年代段階には決定的に受け入れられなくなっている。森林地帯や遥かガーナの北方に金炭保文化と同時に反映していなければならないはずの戦士文化はおそらく何もないことがわかっている。シーフライトが 金担保及びその周辺を調査する以前にボルタ側流域調査計画の一環として1965年にマッシューソンによってブラックボルタ側の事故と遺跡が緊急調査された。事故とで初めて分かったことは膨大で典型的な土器と金担保文化で議論される以外の石製品が共犯しているということであった。ただ問題は 動植物の依存体が保存されなかったことと時の保存状態が悪いことであった。議論になったのはホワイトボルタを見下ろす小高い山の稜線上に位置するヌトレソ遺跡である。オーデイビスがこの遺跡を1961から1962年にかけて調査した際、鉄製品や石属の湿度で他の金担保文化との違いが話題になった。しかし、鉄製品が オーデービス自身によって、後に5人であったと発表され、石族についてもサハラ地方で見つかっているものであり、何か特別な説明ができるように思われる。この遺跡が重要である理由の一つは、動植物の依存体がよく残っていることである。貝殻や魚の骨が一定量出土し、骨の中には森や魚釣りのための釣り針に加工されたものも見られる。動物の骨は大抵が 野生動物のものとされ、アンテロープが特筆されるが家畜にされた小型種のヤギの骨も見つかっている。当人ビエの穂が転がされて土器にミシン目状の文様をつけるのに用いられた。ただし、ミシン目の文様がついた土器についてはこれまで、金担保文化のものとして同定されてこなかったこと、フライト自身の調査でも見つかっていないことから判断が保留された。ヌトレソからの出土品のうち、 三点のサンプルを放射性炭素年代測定にかけたところ、紀元前線300年前後という年代が得られた。この年代は、金丹波周辺の遺跡群から出土した遺物の年代に近いことからも妥当なものと考えられる。1967年から1968年にかけて、金丹波周辺地域の金丹波文化の厳密な年代と性格について、 十分に把握する目的から、シーフライトが、金丹波周辺の一般調査と一部の発掘調査を行った。金丹波周辺地域は、低地の遺跡とは著しく異なり、西側で急な坂になったり、険しい崖になったりする砂岩の高台に位置している。降水量は多いため、寒気でも植物が青々としている。シーフライトと、 その研究グループは岩陰や洞窟遺跡に注目して調査を行った。それまで近丹波周辺地域で発見されていた遺跡は最初に発見された遺跡の一つであるジェマとデービスによって発見されたプンプなのが挙げられるがいずれもいわゆる海地遺跡であって洞窟遺跡や岩陰遺跡は知られていなかったこと、あと何と言っても洞窟遺跡や岩陰遺跡は 動植物の依存体の残りが良好であることが期待されるためであった。シーフライトとその研究グループの機体はこのような海地遺跡であっても砂岩の岩山の影に立地することが多いと考えられたためことさら未発見の岩陰遺跡や洞窟遺跡があるだろうということであった。その結果、K1K8 と名付けられることになる岩陰遺跡を発見した。K1 遺跡は 金丹波の北方1 0トルに位置し、フィリップ・ロッツが1966年にシーフライトが1967年に調査を行った。1967年には、K1 遺跡と同じ岩山にある別の3つの岩陰遺跡である K2K4 の調査を行った。また金丹波の南方4トルにある3つの岩陰遺跡。 K5K7 及び金丹波の西方 1km に、ある崖にある岩陰遺跡 K8 の調査も行われた。また1968年には、K6 遺跡の再調査を行い、機体を断然上回る成果を得たので、調査範囲の拡張を行った。この第二次調査の大部分については、当時ノースウェスタン内のピーター・シュミットが、C フライトに協力して行った。C フライトは、 金丹波文化自身とそれに先行する、プンプン層について、6つの放射性炭素年代測定のサンプルから、紀元前1450年から同1400年頃で区分できること、そして、金丹波文化もぷんぷん愛、文化も長くても、数世紀くらいしか存続しなかったと推定される。プンプン愛文化は、金丹波地方の3つの遺跡から金丹波文化の仮想に確認されている。 K1 遺跡からごくわずかであるがはっきりそれとわかる、瓦家が確認され、K6 及び K8 遺跡でも廃棄物の堆積層から確認された。そのような堆積層の中からは、カタツムリ類の貝殻、エノキの一種の樹木の実の殻と、様々な野生動物の骨が確認されている。金丹波文化の層は、K1、K6、K8 遺跡でプンプン愛文化の上層で、 発見されているが、金丹波文化自身の文化層は、さらに K4 及び K7 でも岩陰遺跡として発見されている。特に残りがいいのが、K6 遺跡で遺物の量も多く保存状態も良好である。河原家を詳しく研究すると2期に分けられそうであるが、それよりも特徴的なのは少なくとも、漆喰壁の丈夫な建物は、金丹波文化の後半期に建てられていたということである。 フライト自身は、K6 遺跡で発掘区では、直接建てられていた様子を検出することはできなかったが、近丹保文化の後半期にあたる岩陰には焼け焦げた漆喰壁の塊が多量に積み重なっていることを報告している。フライトは、K6 遺跡の調査成果について、公益と制御の二つの面から大きな成果があったとしている。石製品では、 小引石以外は全て外来品であって、特に100点近くに及ぶ石符の葉は、先カンブリア時代の安定地界の一部ビリミアン、類相群から算する石材を用いており、計6遺跡から最も近いバンダ丘陵の路頭から採取されたものである。石ヤスリやブレスレットは、具体的にどの産地からもたらされたかはわからないが、ある程度推定することは可能であり、 小型の土器についても同様である。特筆すべきなのは、気水性、つまり、淡水と塩水が混じって、薄い塩水となるような川の河口か内湾に住む、海に中の巻貝、角出しへなたりが発見されたことである。おそらく南方のアクラ平野の金丹波文化の集落の、うちいくつかが、そのような交易を行って、遥か北方の金丹波地方にもたらされたものと、推定される。 動物の骨はあまり多くはなかったが、PL カーターによってその大部分が同定され、どのように使われたかも判明している。家畜として小型のヤギや小さな種類の牛も発見されている。発見された骨の大部分はアンテロープ類のものである。小さな野行性の種類を除いて狩猟、特に罠を仕掛けることによって捕らえられたものと考えられる。 プンプン層のように膨大な量ではないが、カタツムリ類の殻も発見されている。フローテーション法を行ってみると様々な植物依存体が発見できる。ササゲや油ヤシは容易に識別でき、普通に見られるが、観覧の仲間であるアベルの木の実もわずかであるが、発見された。またエノキの好みも粉々になった状態で、かなりの量が発見された。ただし、 量的にはプンプン愛時代よりも減っている。このような植物依存体からわかることは、エノキや寒暖類おそらく油やしも自生している、可能性がある、捧げは普通考えられるようにも多量に発見されては、いるが、いつ実って鞘が割れていない状態で、いつから栽培されたかはわからないので厳密に言えば、 ささげすらも工作によるものと言い切れないという状態であって濃厚が行われた可能性があるかもしれないという極めて曖昧なことである。穀物類については判別困難な炭化物が穀物であろう。そして可能性があるとしたらソルガムであろうとシーフライとは考える。現在近丹波周辺地域では穀物類ややむイの栽培は可能であるにもかかわらず、 腐ってしまったり食べきってしまえるせいか、穀物も、ヤムイモも遺跡から発見されていない。デイビド・フィリップソンは、紀元前18世紀から金担保インダストリーとして出現するとする。CE フライトは、放射性炭素年代測定結果から、紀元前1400年頃引く、同然3 0 0年頃と位置づける。この遺物について、フィリップソンは、土器製作用、ヤムイモの おろし金、動物の足から硬い皮を剥ぐ道具といった説を紹介しているが、本校ではシーフライトの主張する、積成ヤスリと呼称するものとする。フライト 1976P220。原文は、アイボリーコースとハットフライトはペニシートムとしか書いていないが、文脈上、植生分布上力芝とは考えにくい。また力芝のほで土器に、 セブンしたとは考えられないので当人ビエのことであろう。角田し辺辺たりについて記載したウェブページ、サースタンショーもデイビド・フィリップソンもこの牛については現在の西アフリカで飼育されているドワーフショートホーン種の牛と関連性があると考えている。多量の水を大きな容器に入れて網目の大きさの違うカゴを幾重にも重ねて現地から持ってきた土などを越して 炭化した植物の残骸や動物の細かい骨など小さな異物を発見するウォーターフローテーションなどの手法がある。アベルの木、ありがとうございます。